という名前で活動してるんですけど、ぜひぜひあの TikTok、インスタなどなどでもあと配信活動しているので、もしよかったらあのカンタって名前を覚えて帰っていただけたら嬉しいな、そして調べていただけたらめっちゃ嬉しいなと思います。もしよかったらぜひぜひ1曲でも聴いていてください。清水翔太さんでカーテンコールを歌おうかなと思います。それでは聞いてください。カーテンコール。誰もが主役のショーなんてどこにも存在しないんだね。それぞれ決まった配置で、Tonight やりたくないことだって誰かがやんなきゃなんだね。でも誰が決めてんだろうって Tonight 疑問なんてなくたら生きてきた。流れゆく時代の傍観者、今夜眠れないのは分かってた。僕はいるべき場所にいない気がした。もしたくさんのことが作り物だとしても、僕らの感じる痛みや思いは真実だから、いつか自分でも感動できるような舞台をやり遂げたなら、待てるカーテンコール。すぐ見つめた先に信じてたものがなくて絶望した日もあるさ。 Alright, alright, alright 地面が這いつくばって簡単に追い越されて、でも納得できない今日にも Alright, alright, alright もし君に助けが必要ならそこへ来て、とにかく歌うから、その後もう一度歩き出せるかい、まだ諦めるには早すぎるから。もしたくさんのことが作り物だとしても、僕らの感じる痛みや思いは真実だから、いつか自分でも感動できるような舞台をやり遂げたなら、待てるカーテンコール。止まることなく、飽きることなく、やめることなく、歩き続ける。迷う日もある、落ちる日もある、それでもいつか輝く日まで。なくたら生きてきた。流れゆく時代の傍観者、今夜眠れないのは分かってた。僕はいるべき場所にいない、いないんだ。もしたくさんのことが作り物だとしても、僕らの感じる痛みや思いは真実だから、いつか自分でも感動できるような舞台をやり遂げたなら、待てるカーテンコール。ありがとうございました。カーテンコールでした。